え、皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。はい、月島系の声をやっております、内山光輝です。す温度差。ありがとうございます。さあ、それでは、順番にご挨拶をいただこうと思います。まずは、主人公の日向翔陽役、村瀬歩さんから、ご挨拶をお願いします。はい、えー、皆さん、こんにちはー。 大きな声出せないタイプの方たちかな。もう一回聞いてみましょうか。こんにちはー。ちはーすごい雨にも負けないいい声をありがとうございます、えー。そしてお集まりいただきまして誠にありがとうございます。えー、改めまして配給、えー、日向翔陽の声を担当させていただいております村西雅也です。本日はよろしくお願いいたします。はいよろしくお願いします。 さあ、続いて、あずまねあ役を演じられました細谷義政さんです。ご挨拶お願いします。皆さん、こんにちは <laughs> やっぱり緊張が解けていい感じですね。<laughs> えぇ、ー、あずまね役の細谷義政です。本日はご来場いただきまして、誠にありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、続いて、田中龍之介を演じられました林優さんです。ご挨拶お願いします。はい、えー、みさん、こんにちは <laughs> いいですね3回目もちゃんと声出してくれるんですね、本当にいい方ばっかりで、ねええー、今回はですね、えー、こ,こちらにいらっしゃる皆さんとですね、えー、さらに全国で配信がつながっているということで皆さん、元気ですかはい短い時間ですけれども、えー、一緒に配給愛を感じながら過ごせていければと思っておりまますすす田中龍之介役の林ですよろししくお願いします、はいいはありがとうございます。 さあ続いて、西野谷優を演じられました岡本信彦さんです。ご挨拶お願いします。皆さん、そいそいそーい <laughs> もう一回そいそいそーい <laughs> 出てますね。こんにちはより出てますね。皆さん、ありがとうございます。えー、西野谷優役の岡本信彦です。本日はよろしくお願いしますありがとうございます。よろしくお願いします。 さあ、続いて、月島系を演じられました、内山昂輝さんで、そお願いします。はい、月島系の声をやっております、内山昂輝です。今日は寒い中、本当にありがとうございます。温度差。本当はこれでいいんですよね。そう、本当はこれでいいですよ。本当に。ちょっと悪い流れを作ってしまった。いや、いや、まあ、でも、すみません、先生。悪くはないですよ。悪くはない。いい流れですよ。いい流れ。ごめんね、うち、ごめん。短い時間ですが。よろしくお願いします。ありがとうございます。